はい、どうも、うねです。ザ・ラストオブアスパート2続きやっていきたいと思います。で、そう、ここ、なんか、島。ヤーラとかの、スカーの島を、に来て、なんか、スカーを相当したところですかね。あさってないことになってるわ。あるよ、めちゃくちゃあるな。ほら、こっち。待って、どこまで漁ってんだこれ。ここ上あったんだ。あんじゃん。へい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 。待って、ボウガン、あれ、あー、やべえ。ちょっと待って、これ降り方わかんないんだけど、いつも降りてくんないんだよ。いけ、バカ。危ない。これさ、絶対漁ってないことになってるわ。ずっと続けてやれってのか。ほら、あるもん。最悪だよ、まただよ。また漁んなきゃいけなくなったよ。なんかボウガンもうちょいあった気がするんだよな、2本ぐらい。すまない、またした。できますか、ヤーラさん。ヤーラ先輩、なんだこれは。こっちですか。ちょっと待ってください。サイレンサー作りたいところだが、もう弾がねえんだな、あんま。この辺ボウガン使おうか。いける。ひどい目にあったね。ほんまやで。もうすぐだよ。優しい言葉。ねえ、こっち大丈夫。優しい声してんな。うん、もうすぐ着く。夜はすぐそこ。お前いいやつだ。許してやる。何が。お守りください。ああ、すげえ。アイザック、どういうつもり。おお、船か。めっちゃ行ってんじゃん。ぶっつぶす気だ。伏せて。どこ。ここは俺たちの縄張り。帰り討ちにしてやる。めっちゃいるよ。お、めっちゃ来た、めっちゃ来た、めっちゃ来た。バレるバレる。どっか行ったな。やる、あいつら。あれ、なんか登ってるな。どこ行くんだあいつら。どっか行ったわ。どこ行った。次はどこ。この先の小屋を突き切る。ヤーラ、さっきの製材所、子供はどこに行ったの。避難所がたくさんある。そこも危なければ島から連れ出すの。そう、こうなるって分かってたから。ここは補給したら出発しよう。OK。 ちょっと待ってくれよ。あれ、なんだこれ。あ、逆か。登んなよ、そっち側。お、角笛じゃん。パン。
ベンジャミン、万事問題なし、ジャレット、狩猟隊がウルフの土地に向かった、他に報告すべきことなし。万事問題なし、あのお方がお守りください。トーマス、オールドタウンの、見物解体作業が行われているため、大量の埃と騒音が立っているが、沿岸部でウルフが活動している様子はない。他に報告すべきことはなし、あのお方の導きを。メアリー、海峡にウルフのボートを一隻確認したが警告するほどではない。長老たちに伝えるためマックスウェル青年を送った。あのお方の導きを。ピーター、万事問題なし、セラファイトのシンボル。ベンジャミン、狩猟隊が帰還したようだ。農夫たちが、森で農焼きを始めた。水平線上に雨雲を死にどうかお守りください。万事問題なし。小雨が降っているが視界は依然良好。漁船が早く戻ってきた。他に報告すべきことはなし。トーマス、今夜は雨も激しく視界が悪い。ウルフだ。東の海岸に船団が接近中。警報を鳴らす。どうかお守りください。さっきか。いただこう。こんなもんか。これどうやって大丈夫かな。おい、ナイス。折り方がわかんねえんだ、これ。これ、飛び降りろってことなのかな。うん。またしたね、ティアラ。行こうぜ。やってるやってる。左だ、多分。こっちは。あれ？待って。どっち？そっちか。まだありそうだ、この辺に。なんかあるぞ。なんだ。我々不完全な生き物であり、故にあの方の善においてはも不完全である。教えにもそう記述されており、長老たちもそう語っている。だが、儀式からもう2週間も経つというのに、頬の傷は今も痛むし、痒みも引かない。絵は自分の傷も同じだったと言っていたが、長老たちの前で弱さを見せるなと警告された。夜に驚くべきことが起きた。エヴァがこっそり抜け出して川なめし場で掃除中の俺に会いに来た。彼女の正体が明日ウルフの領土に向かうらしい。エヴァは怯えていた。俺たちはしばらくの間座って炎を見つめていた。契約は受けたのかと聞かれたが、答える前にエヴァが俺の頬に口づけをし、森の中に走り去っていった。あの瞬間、自分がどこにいるかを忘れ、全ての苦悩が吹き飛んだ。エヴァの正体はまだ戻ってきてない。気持ちを鎮めるためにヘイブンの、共同晩餐に参加したが、安らぎを乱すことはできなかった。ダンカン長老の説教を除けば、いつも静かなものだが、それすらも今夜はいつもと違う感じがした。悪魔を浄化し、世界に再び均衡をもたらすために、預言者様が我らをお導きくださるが、我らが生きている間に実現されるとは限らない。これは永久に続く戦いなのだと長老は言った。ひどく考えさせられる夜だ。これね、なんか手紙とかあるとさ、他のところにもう一回手紙とかあって、そのエヴァが書いた手紙とか、今のだとね、が出てくるわけよ。なんかちゃんと作り込まれてるんだよな、その辺が。脱帽です。さて、どうしようかな。これスコープつけてもいいっちゃいいな。リロード速度でも上げますかね。連射速度、安定性、リコイル、安定性、グリップを焦がしてブレを軽減する。うん、ブレね。ショットガンのリロードを上げたいかな。
うやってあげんの。うわ、かっこいい。クロスボウか。結構ね、狙いやすいんだよね、意外とクロスボウ。リロード速度上げようかな。安定性、4倍スコープ、矢ずつ速度上げよう。いいんじゃないの。お、なんだ。お、すげえ。ハンマーになってんじゃん。いつの間にか。オッケー、マリ、お待たせした。やーら、こっちもあんじゃん。私たちの村は農地の向こう側にある。待って、向こう見てないから。ちょっとしたらそっちならば。うわ、なんだこれ、気持ち悪い。出たよ、木彫りの。すげえなこれ。お、預言者様、私の言葉をお聞きください。モイラは夫のヘンリーと仲間の巡回隊員たちが夫婦に虐殺されるまで強くて優れた選手でした。ですが今では夜中に目を覚まし叫び声を上げ、小さな物音にすら怯えています。ヘンリーの代わりにモイラの世話をすることで、彼の殉教を称えていますが、唱えていますが、十分ではありません。どうかモイラに魂を取り戻せるだけの力をお与えください。ひどい。あの子の無事を。レイブ大丈夫かね。はい。はい、そう。あ、あれね、そっちに向かう。カイト、どこ？こっちは。さあ、バレんのか。あそこは何人います？3人ぐらいかな。本当か、そのウルフの人数10人出来上がった。なんでこんなことになった。やべ、どうでもいい、そう、なえるだけだ。3人ぐらいか。にもう一人いないの、その辺に。実はそこ回ってるでしょ。高いところに
いられると困るから。あいつやりたいな、先に。おっと、どうしよう。そう、そいつだ。行きなさい。松明が消えてる。どれどれ。紙か。網か。回復結構少なかった。2個は欲しいね、ちょっと回復は。おう、近いじゃん。てめえ。忍び寄りやがって。なんだ、お前。待ち合わせか。動け。そう、ボウガンの矢が。1、2、3。ここに1人いる。割と近いですね。これやれたらいい。冷静になるんだ。ウルフがここまで来られるはず。やべ。バレた、バレてない。ギリバレてない。前やりたいな。あいつは地形な、ちょっと。おっと。あれデブじゃねえ、あれ。ふざけんなよ、無理だ。デブってステルスキルいけんのかな。あいつずっとあそこいんな。バレんな、バレんな。よし、こっち側片付けていきたい。ちっけえな、お前ら。それは。あ、デブか、巡回してんの。デブステルスキルちょっと狙ってみるか、ワンチャン。
手だったらいけるかも。持ってんだよ。なるほど、ナイフだったらいけるのか。まあ、とりあえず2本。ここを、まあ、ステルスのみでいけたら調子いいね。結構近い。どっちからだろうな。いつからかな。リアーラが負傷してるんでね、こっちはちょっと。あと3人かな。何やってんだこいつは。やばい、見えちゃう。ごめん。どこ行った？あそこか。あと3人か。あれ、出るか。ボウガン使ってもいいな。そこに矢が2本ぐらいあるわ。ピピ鳴らされるのが一番うぜえからな。どうする。なるほど。あ、
さて、ナイス。敵は多分ない。よし、上出来。アイテムはそんなないかな。これはでかいぞ。ここも漁ったから、全部漁ったかな、この辺は多分。行きますかね。ない。開いてない。行けんのかそこ。ここ行こう。腕平気？痛い。うん、痛いわな、それは。こっち。よいしょ。なんかあるか？なんかあるんじゃないか？薬もいっぱいあるんじゃないかな。お、やっぱり。やっちゃうか。治療の速度か。だいぶ強いぞ、もう。座ってるか。うん。ここがうち。大丈夫かい、本当に。え？母さん。あ、母さんか。よかった。あの人にやられたの。僕はただ母さんと話したくて、分かってもらいたかった。なのに母さんが鳴りながら僕を追いかけてきたから、やめさせようと思って。だから僕突き飛ばしたんだ。私を見て。そしたら机に。な
ない。なるほど。あなたを身を守っただけ。あなたは何も悪くない。もう大丈夫だからね。このうちからは何も取れない。おお、ハグしろ、ハグ。心が落ち着くんだ、ハグは。島中にいる。心配いらない。あのお方がついてる。ボートに戻るんじゃないの？ううん、戦う音がしたし。あそこだけじゃないでしょ。ヘイブンならたくさんボートがある。そう思ってたとこ。オールドタウンを通って大通りを避けていこう。ヘイブンは遠いの？遠いけど、あそこに行くのが一番。いいから私についてきて。わかった。すいません。すいませんでした。なんだこれ。ウルフと戦いに行ったんだ。そう。待てよ。ほら。お、なんだ今の。なんだその動き。すごい。あ、こんなんできんの。あ、これ。あ、知らなかったこれ。この動き。なんだ、できんじゃん。アビー、やりゃできんじゃねえか。これ。もう死なない俺は。大丈夫。これで。疲れてるだけ。ヤーラ、カオさんは心から信じてた。そうだね。だったらなんでこんなことになったの。信じてるからって死なないわけじゃない。死からは逃れられない。この先から聞こえた。反省者いいんだこの町。中入って早く。早く。なんだよ。反省者いいんだろう。早く入ってって。お前ら入れし。お前ら。当然だろ。大丈夫、この辺は。感染者の音じゃないか、今の。ドアの下、早く。ドアの下、早く。いや、ちょっと待ってよ。早くとかは言わないでほしいな。早くとか。みんなを置き去りにしていくなんてどうしようもできない。分かってる。離れないでね。分かった。嘘でしょ。通りは危険。ああ、ウルフたちがやったのか。アビ、こっち。
嫌なところだ。大丈夫、これ来んじゃん。溜まったはず。治療の速度でいいか。どうしようかな。移動速度これでいいか。最大値上げてもいいけど。これにしよう。なんとか離れられない。平気、逆方向に行くから。あ、そう。そうですか。通りの向こうの路地に行って。あれ、あれ。すげえ、いっぱいあるわ。すげえ、もう弾がマックスよ、これ。銃撃戦始まんな、これ。すげえもん、弾の量。砲丸手に入りそうだ。ないかな。めくるんか。私の仕事だよ。ほら、まだ近くにウルフいる。わかんない。とにかく進むよ。なんかある。いや、せい、すごいな、物資。痛そうじゃん。お前も行け。行けんのか。こっち。痛そう。やろ。アビ。やろ。やろ、立って。やろ、急げ。マジかよ。やろ、お願い。レフ、逃げない。やろ。来るな。誰かいるぞ。お客なんて嫌だ。来ないで。その武器を捨てな。嘘だろ。アビーだよ。それ以上来るな。動くな。うわ、来た。アイザック、どういうつもりだ。説明させて。後ろのそれは何だ。命の恩人。そこをどけ。お前の処分は後だ。この子は敵じゃないの。アビー、どけ。まだ子供なんだよ。アビー、3秒やろう。そのスカーから離れろ。1、本気で撃つ気。2、私はどかないよ。マジか。ボス。 おい、なんだ。ナイス。ああ、
らやるなあいつ。デブ逃げないと。死んだ。ヤーラが死んじゃった。レブ行くの。あいつらアビーの仲間でしょ。あんたが私の仲間。いい、戦って二人で生き延びるの。ボートが置いてある場所まで案内して。誰にも邪魔させないでしょ。よし、ついてきて。アイザックサクッと殺した。ヤーラ死んじゃったか。ヤーラ結構好きだったんだけどな俺。マジで。出てきなアビー、ちゃんと片付けるよ。まさか奴らに警告を取られちゃう。おい、そこら、いたぞ。いけよ。くそ、ダメだ、それはボウガンはやばい。やばい、あ、間違えた、やばいぞ、そこ。あら、危ねえ、やべえ。なめんじゃねえぞ。ボウガンだったのちょっとミスったな。上にいると、上とそこ。やるじゃん。だった？まだいんのか。あ、来た。行け！来た。わあ！てめえ、なめんな！バカ野郎。きついだろ。近距離戦で負けるわけがねえ。ここ絶妙な位置だな。危ねえな。来てやがる。よいしょー、やべえ。あそこに行ったぞ。ねえかな。上だりーな。そう。上だりーな。降りてくる。どっちからこれ。どこに行ったんだ。遠くには行ってない。行くんじゃん。
真上か。気にしないで。手間したかお前。ここは何もない。あいつ絶対降りてこねえじゃん。うん、どの辺の位置にいた。そこか。若干車線通っちゃうんだよな多分。上登りてえな。さっきどっから。ここか。やべ、来る。よし、来るかな。来ねえか。から登れたのか。冗談だ。すぐに捕まえてやる。なんか動いちゃった。レブ、大丈夫？うん。出口に向かおう。よしよし。ちょっと待って。見張ってるね。ナイス。やら死んじまったか。おう。だから何？絶対に脱出するよ。どっち？この先に見せんところだ。そこ突っ切ってこい。ヘイブンってとこはまだ遠いの。まだ結構あるの。これ結構あるのか。こっちか。行けなそうだな。
レブ、あのはしご下ろして。3発作るわ。いやよし、それじゃっといけるかな。強そう。いいね。じゃあとりあえずこんなところっすかね。じゃあまた次回の動画も見てください。チャンネル登録お願いします。またねー。